がクリトリスを筆頭にどいつもこいつもおもてなすことばっか考えやがって、大体おもてなしなんてものはな、見返りを求める豚野郎の専売特許なんだよ。その証拠に地位も名誉も金もねえ俺をおもてなししてくれるやつは一人もいねえ。おもてなしのプロであるソープ場でさえ俺とのプレイ中は上の空で天井ばっか見てやがるしよ。てめえがギブワイク勝つんだよバカが。そこに霊がいますじゃねえんだよ。リオさん、俺滝栗にうらすじもって言われながらチンコ舐められたいんですけどどうしたらいいんですか。真面目なコーナーじゃなかったこれ。日本を語ろうですよ。だって社会派リスナーが多いこの番組って書いてありますよ。声なき声を届けます。最初でも怒ってた。最初だけでしょ、起こしたの。そういうの知らないよ、本当に。ねえ、どれ行こうかな。ラジオネーム、共同のドブガイラ FM 群馬。はい。有吉さん、ゲスナーの無職問題について意見があります。うん。1年間365日です。そのうち土日祝日は119日あります。よって平日は244日です。うん。そして1日8時間労働で16時間は自由時間。1時間休憩と15分のコーヒーブレイクがあるとすれば、244日からそれぞれ163日、10日、3日を引いて68日、さらに有給休暇10日、病欠3日として68日から引くと55日です。よって正社員として働いてるやつは実質年間55日しか働いてないんです。つまり年間310日分は我々ゲスナーとほとんど一緒なんです。1月2月働いたら残りの3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月は無職と一緒なんです、うんうんうん、日本人は勤勉なんて言われてますがみんな無職と一緒です。だから働く必要は全くないということです。有吉さん、この結論どうですか。いい、もう働かなくてじゃ終わり。ラジオネーム、満腹亭稲荷。今の日本はとにかく暑いです。暑い。各町内に1台ずつ冷水機を設置する方法を採決していただきたい。そっちの暑いね。そっちの暑いだ。全然ね。じゃあこれは、はい、どうですか。置いてくれます、野地さん。何がですか。オバマ大統領。Yes we can. Don't duck us. いや、いや今日最終回なの。いやいや。ノッチさんが悪いんだよ、多分。ノッチさんが俺を甘やかすからこういうことになってんだよ。じゃあなんでいい感じじゃないですか。うんこちんこ花火歌っちゃったら。いや、最後まで言って、あれいつもほら最後まで言ったのにさ、途中で止めるわけないかよ、本当に。そんな大きい声でさ。じゃあこれはもう、あれしましょう。はっきりさせましょう。冷水機設置しましょう。はい、そうしましょう。お願いします。全国ロードの。ラジオネーム、破壊職人。アリエさん、ここ10年の日本を一言で表すならば何でしょうか、うん、そう。もちろん答えはブルマが失われた10年です。最近は子供の時間を見計らって覗きに行っても、うん、あ、最近は体育の時間を見計らって覗きに行っても双眼鏡に映るのはハーフパンツの女子ばかり、うん、情緒も風情もなくなったものだと悲しくなる次第です、うん、しかしブルマが殺された国日本でただ唯一ブルマを履いている人間がいます。そう、私です。私は小学校の頃に入手したクラスメートの市川くんのお姉ちゃんのブルマを持っているのです。有吉さん、僕は覗きをやめます。ブルマを復活させるべく僕は市川くんのお姉ちゃんのブルマを履いて小学校に乱入し全国にブルマ復活をアピールするつもりです。市川くんのお姉ちゃんもそう望んでいると思います。で、有吉さん、ケツ持ちの方お願いします。これ犯罪。このコーナーもすぐ終わるな。日本を語ろう。今の日本を。以上です。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。幸せに暮らしている人と不幸せな人が税金が同じというのはおかしな話です。なので彼女、彼氏持ちや遊んでいるやりちん、やりまんのクソどもは消費税50% 童貞で引きこもりでチンコをいじるしか脳がない僕らは毎月
5万円もらうというのはいかがでしょうか。童貞で友達もいなくて暗いジメジメとした人生を送り続けてきた有吉さんと僕らで一緒に立ち上がりましょう。いや一緒じゃないんだって俺は、うん、俺はお前らのこと下に見てるって何回言えばあるんだよ。俺はそんなんちゅう、俺はもう全然だからもう童貞じゃないんだから俺は本当に。あなたらだな本当。大事な三平、日本人の平均身長 13.5 センチ、テンガのウェブサイトでこの数字を見た時目の前が真っ暗になりました。そうです、まあまあ、何を隠そう私のチンチンは勃起しても4センチしかないのです。平均を10センチも下回るポコチンをぶら下げて堂々とイメクラに出入りしていた自分が情けないです。決して笑い事ではありません。これは由々しき事態です。このままでは私と同じく単焦包茎を患っている男性たちが自信を失い女性との接触を避け、その結果日本の少子化は加速してしまいます。そこで性のオピニオンリーダーである有吉さんにお願いがあります。そうだ、フォロワー250万人のツイッターでデカチンはもうダサい、コンパクトなおちんちんミニチンの時代が来るとつぶやき、デカチン好きの女性たちを洗脳していただけないでしょうか。ミニチンのサンプルとして私の写真を送りますので、どうか前向きにご検討、送ってきた時点で俺警察に送りますから、うん、捕まりますよ。これはだからさっきは俺のことを童貞扱いしといてさ、うん、こっちでは俺のことを性のオピニオンリーダーって言った俺の立場があやふやなんだよ。ちょっと統一してほしいですね、うん、ちょっとね。まあでもこれあの単焦包茎の皆さんはかわいそうだから、僕みたいなそのね、ズル向け巨根男性エールとしてこれ1枚差し上げておきましょう。というわけでまああのいろいろと、皆さんからのね今日本に向けてのいろいろ声を募集しております。以上です。ラジオの三平、有吉さん、日本の若者はババアに厳しすぎるのではないでしょうか。大抵の若者は10代20代の美女だけを追い回し、50代60代のババア連中には見向きもしません。確かにババアはシワやたるみがひどく、パーマさえ当てればなんとかなると勘違いしてる節があります。犬も逃げ出すような香水をたっぷり吹きつけてジーパンのケツを爆発させながら歩いているババアの後ろ姿には正直怒りさえ覚えます。そういう人もいます。まあ、しかしそんなクソババアが不意に見せる女の一面ほどエロいものはありません。例えば弁当屋のババアがハンバーグを作るときに髪の毛を結ぶ仕草、庭の手入れをしているババアが見せる胸の谷間、接骨院の受付に座っているババアのいやらしい上目遣い、たまりません。勃起をしてきました。皆さん、当初の目的とはずれてしまうのですが、僕にエロいババアを紹介してください。知らねえよ。日本語らないといけないのに。クニコさんでいいかな。いや、何紹介しようって。結婚してますから。あげとこう。ラジオの共同のどこがいる。有吉さん、俺は最近10代、20代のタメ口が気になってしょうがありません。バカモデル、バカハーフどものせいで、同じ仕事をしているからタメ口で一生みたいなアメリカ的な感覚をほざいてきます。ここは日本だって思いますが、先輩たちがそれを許しているので俺が言っても意味がありません。そもそもなぜ芸能界はローラや誰逃れなどのバカハーフどものタメ口を許しているんですか。今ではそれがローラのキャラだからとか言いますが、そんなの間違っていると思います。俺はそのストレスで風俗嬢のお尻をスパンキングしてしまいます。有吉さん、俺はもう風俗嬢のお尻をスパンキングしたくはありません。助けてください。しなきゃいいじゃん。自分しなきゃいい。しなきゃいいじゃないんだよ。だからいや、ああいう若いやつらのタメ口をストップさせるって言えないか、お前らは。いや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 。そうすればこいつが
風俗所のお尻をスパンキング、いやいやいや、スパンキングしたいんでしょ、違う、それが理由なんだよ、やつらのタメ口が理由でスパンキングしてしまってるんだ、ただの性癖ですよそれ、やっぱ元から立たなきゃダメだよ、そんな理由は、スパンキングやめろじゃん、それダメだよ、いやでもそんなんでスパンキングするはずだ、何してもスパンキングしますよ、ダメだお前ら、え以上、ラジオネームラッパーザキバチョフ、最近の女優は脱がなさすぎではないでしょうか、昔は夏目雅子さんでも脱いでいたのに、肌も露出せずぬるい演技を続けているのは日本の映画界にとって良くないことです、脱ぐ女優がいないから寺島しのぶみたいな誰も見たくないババアがのさばるのです、一刻も早く寺島しのぶみたいな誰ババアを駆逐すべく、いやいやいや、女優はどんどん脱ぐべきなんです、いや実力がやっぱ演技力がありますから寺島しのぶさん、まあでも昔で言うと本当夏目雅子さんなんて超トップの超人気女優さんにおっぱい出してたんでしょ、演技のため芝居のためだって言ったら、今でも脱がないよね、衝撃的なヌードっつったら本当写真集で菅野美穂ちゃんが最後ぐらいじゃない、ああそうです ね宮沢りえ菅野美穂とか、はいはい、そっから衝撃的なヌードあったかなっつってないよね、ない、最近のオセロの中島さんで何の衝撃も受けないしさ、 ある衝撃も受けない受けないよね、ないよね、もう脱がないのかね、メリットないんでしょ、でも別に、あ、まあ、すぐネットとかで出ちゃうしさ、あーあ沢尻エリカ、はあ、ああ、はあ、はあ、ヘルタースケルター、ぐらいか、ああ、はあ、確かに、あ、吉高由里子、脱いでるわ、ヘビとピアス、あ、あ、まあ、だ脱いでっちゃ脱いでるね、でもそういう意味ではね、うん、だけどその辺のアイドル女優、まあ、アイドル女優は脱がないもんよ、うん、うん、でもなんか昔常盤貴子さんがドラマで、そうだよ、悪魔のキッス、はい、風俗条約で寺脇さんに、寺脇康文さんにおっぱい揉まれて吸われてんだよ、はいはいはい、ありましたね、衝撃でしたね、あれ衝撃的だったね、なんかドラマも昔結構平気でおっぱい出てた、昔はね、しますね、昔はそうよね、どうしよう、これはもう俺らが監督になっていくしかないよ、有吉監督、ついにドラマ着手、うん、そうしよう、おお、うん、いいですね、え、でも女優脱がせたいだけいやそれは言わなきゃバレない作品出す、ごしゃひどみたいな顔して以上です、ラジオネームラッパーザキバチョフ、今の日本に足りないものはネットでのマナー違反取り締まりです、うん、ネットでは犯罪自慢や誹謗中傷が溢れており、それを取り締まる治安部隊を国が雇うべきではないでしょうか、僕はニートなので毎日毎日ツイッターで犯罪自慢をしている人を探し出して炎上をさせる行為を趣味としておりますこの趣味が職業となれば僕にとってはまさに天職です、42歳童貞職歴なしの俺にどうか職業をくださいでもこれ意外と良くない、まあ、ずっとネット張り付いてる子にさ、うん、多少バイト代出してさ、うんうん、別にあのノルマ制みたいにしてさ、別に好きなようにネットしててもいいけど、ちょっとそういう犯罪っぽいやつ見つけてくれたら、じゃあいくらか歩合で払うわっつってさ、うんうんうん、やってもダメなの、もう警察がやってんのそんなの、警察がやるより警察がやってても人足りないでしょそんなもん、うん、そうでしょうね、警察はでもやってない、やってないでしょ、でしょうね、だからこういう人にやってもらうといいじゃんな、本当に、まあ確かにその仕事もありますし、はい、うん、やってくれりゃいいのに本当に、うん、あってもおかしくないですよ ね、いいじゃんね、だってなんかほらゲーム上手いやつが今なんか戦争のなんかあれになったりしてんじゃん、戦争の攻撃手になったりしてんだから、あれコンピューターの、ああ、はあはあ、あんなんから言ったらこれパソコンずっとやってるやつにこんなん任せんのいいじゃんな、そうですね、ただブログ荒らすのは犯罪ですけどね、うん、まあこれはな、はい、今はこういうことやってるけど、うん今は仕事にね、はい、仕事にしたらハッカーかクラッカーみたいな違いだろこんなもんだって本当は悪いことやってるけどそれだけの才能があるんだから、まあ、次いいことに活かそうよっつって、確かにそう、今ブログ荒らしてるこいつだけどということでやってくれればいいな、なんか、まあ、確かにいいですね、企業ではなんかそういうのいるらしいですよ、ね、ネットを見てなんか自分のことをなんか話題にしてる人をなんか結構探して、そうなの、はい、偉いわね、じゃあ到着空気あげるよ
ラジオネームゴルゴ31、はい、日本人は控えめだというのが海外から見た日本人のイメージですが、そんなことはないということをここで証明したいと思います、うん、ファイルナンバー1、大仁田敦史、試合中に体が切れパックリ開いた傷口にアロンアルファを塗った。ファイル2、安城陽次、ヒクソングレイシーに 200% 勝てると言って試合の数日前まで酒を飲み、当日は失神をさせられた。訂正させていただきます。外国の皆さん、日本人は控えめとバカの二極化です。なお、このバカどもを引き取ってくれる国がありましたら安倍晋三までお電話ください。何の話何の話したい。社会に言うことないんだろ、だからお前やめようよこのコーナー。ジョーネゴルフさんっていう有吉さんや、今の日本の問題点は次世代第2の大仁田敦が出てきてないことです。同じ人が同じ人のことのクズ感を持っている人間というのはそんじょそこらいないと思っていましたが、このまま素人の中から逸材を探しても時間の無駄です。それよりもひとまず童貞ニートの条件を軽々突破している我々ゲストラの中から最もクズな人間を一人選ぶ第2の敦を探せコンテスト開催し、石原軍団超えましょう。優勝候補より終わりです。